どうも、風太郎です。はい、今夜のちょい飲みでございますが、こちらのあれですね、ハイボール、大阪ハイボール、これまた見つけて、買ってみました。前飲んだ時は冷やし飴とミックスジュースの大阪ハイボールだったと思うんです。今回はね、これガリ風味、大阪ハイボールのガリ風味、これちょっと見つけて買ったので、これを飲もうと思います。今日とりあえずこれは飲むんですが、大阪のものを食べようかなと思って、今日これちょっと準備してみました。これ使うの初めてです。これです。これ屋台横丁、屋台横丁を、持ってたんですが、全然使う時がなくて、家の中で煙が出るようなことをしたらちょっと怒られちゃいますので、使ってませんでした。庭でやるんだったらね、炙り屋の炉端大将とか、炭火で焼いたりとかしてたので、なかなか出番がなくて、でね、これ一応焼き鳥、網焼き、たこ焼き、たこ焼きのプレートもついてたんです。これ僕知らなかったんですが、よく箱見たらたこ焼きのプレートもついてて、これでたこ焼きもできるぞということだったんで、ちょっとこれで今日はこの屋台横丁でたこ焼きを作って、大阪ハイボール、これを飲もうと思います。屋台横丁たこ焼き作ってみます。鉄板が温まるのを待つ間、とりあえずビール飲みます。今日はバドワイザー飲もうと思います。これバドワイザーね、6本入り買ったらかっこいい、バドワイザーのアルミのカップ、これついてきました。これ欲しさに、ね、これ買いました。というわけで今からバドワイザーこれで飲みます。ちょっと見えませんが、はい、とりあえずバドワイザーいただきたいと思います。鉄板が温まる前にバドワイザー、今日もお疲れさんです。いただきます。乾杯。うわ、バドワイザー美味しい。はい、鉄板の方温まってきましたので、ちょっと油引いてたこ焼きスタート。あ、まだ緩いな。とりあえずまだ鉄板はそんなに温まってませんが、とりあえず作っていきたいと思います。タコ、タコもはめます。もちろんですか。はい、タコも入れていきます。タコもたっぷり入れていこうと思います。ちょっと多めでいいんじゃない。そして紅生姜、これ T シャツ、これあるんですよ。気分生姜地方やな。これ紅生姜ちゃうわ。紅生姜もたっぷり入れます。そしてこれ天かすです。天かす、どんどん入れていきます。たっぷりね。あ、この辺なんかはもういい感じで、アドバイザー、アドバイザー美味しい。52歳のおっさん一人でタコパ。はい、たこ焼きはこんな感じです。とりあえずソースはソースかけて、青のりなかったんですけど、かつおこだけちょっとかけました。こんな感じ、いい感じです。ちょっと丸が潰れてますが、これでも美味しそうです。今からこれを食べながら大阪ハイボール飲みたいと思います。大阪ハイボールガーリ風味、いただきたいと思います。ほんのりピンク、では大阪ハイボールのガーリ風味いただきたいと思います。ガーリ風味で乾杯。ガリの風味しますが、ガリの風味するする。でもこれ全然美味しい、美味しい。酸味がめっちゃ強い。なんかレモンちゃんは梅干し、小梅ちゃんみたいな感じのハイボールです。これ美味しい。ではたこ焼きさんいただきます。たこ焼きさん一応まん丸っこにはなってます。いただきます。あ、おいしい。
おいしい。なんと生地もふわふわでめっちゃ美味しい。いけます。うん。屋台横丁、ええ仕事します。ガリ風味の大阪ハイボール、たこ焼きにも合います。とりあえず第1弾焼いた10個は全部完食しました。本当に美味しい。はい、第2弾めっちゃええ感じで丸まって焼けてます。はい、たこ焼きの方は第3弾まで焼いて食べました。そしてわざと余らせました。それはこれを作るためです。じゃじゃーん。これバッシークッキングさんのところで紹介していただしのかかったたこ焼きのおやきです。これめちゃくちゃええ匂いしてます。すでにこの焼いてる時からね、もうふわふわトロトロ具合がもう分かるぐらいで、出汁の香りもめっちゃ良くて、これを今日は最後締めに食べて飲みたいと思います。最後もう一本追加でこれ飲みます。最後マルエフです。朝日生ビールマルエフ。ではマルエフを飲みながら出汁のかかったたこ焼きのおやきいただきたいと思います。とりあえずマルエフ。マルエフ美味しい。ではこちらのおっといただきたいと思います。こちらバッシークッキングさんで紹介されていた出汁のかかったたこ焼きのおやきです。はい、こちらいただきたいと思います。本当はここにネギをね、刻みネギを乗せる予定だったんですけど、刻みネギ用意するの忘れてました。ではとりあえずこれいただきたいと思います。もうめっちゃふわふわになってるのがようわかります。ではこれいただきたいと思います。めっちゃ美味しそう。いただきます。うん、マジで爆うまー。マジうまい。これ美味しい。マジで美味しいです。美味しい美味しい美味しい。表面がね、表面はカリッとなってるんですけど、中ほんまにふわふわとろとろで、この出汁がまためっちゃ優しくていい感じ。めっちゃ美味しい。締めに最高。爆うま。これほんまに美味しい。爆うまです。マジで爆うま、うん。はい、今回はこの屋台横丁を使ってたこ焼きを焼いて、そのたこ焼きからバッシーさんが紹介していた、出汁のかかったたこ焼きのおやき、これめちゃくちゃうまいです。でこれの作り方に関してはバッシークッキングさんのリンク貼っておきますので、概要の方を見ていただけたらと思います。ぜひこれ作ってみていただけたらと思います。マジでバグマです。ではこれ残りいただきながら、ゆっくりマルエフの方も飲みながら、この後飲んでいこうと思います。今日の動画はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。